はい、皆さんこんばんは。あずまや着物広場テレビジョン、今日は10回目です。第10回は、子どもの着物、お宮参りから、七五三のまでっていう題名で流していきたいと思います。なぜかというとですね、この9月に入ってですね、まあ当店でもですね、もう七五三の着物っていうのを見にいらっしゃる方が増えたんですね。あ、もうそんな時期かということでですね、今週はあの、七五三の着物だけではなくってですね、子供さんの着物がどんな種類があるとか、どんな言い方をするとか、どんな場面で着るとか、そういうことも含めて話していきたいと思います。それとですね、今週はですね、まあ新たにですね、新コーナーを設けたいと思いまして、今までの9回は、全てこの題名に沿った、話をずっと1時間続けてきたんですけども、今週からはですね、新たに Q&A コーナーということでですね、残り15分ぐらいになりましたらですね、1時間番組なんですけども、45分間は番組の内容を流して、残り15分間は、例えばですね、当店にいろんなあの 毎回メールでですね、お問い合わせが来たりですね、ホームページから、それともあの今ご覧になっていらっしゃる方々、皆さんからの質問にお答えるコーナーということで、新たに Q&A コーナーを今週から始めたいと思います。ですのでですね、まずは今から、子どもの七五三、子どもの着物ですね、子どもの着物、お宮参りから七五三の流れを今から説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その途中にですね、ご質問などあったらどんどんこの、皆さんの見ている画面の隣のソーシャルストリームというところから、ご質問お答えしたいと思いますので、どんどん書き込みいただきましてよろしくお願いいたします。じゃあそれではですね、すぐに時間が来てしまいますので、今日の、子どもの着物から始めたいと思います。まずはですね、子どもの着物といってもですね、着物業界、関わらず一番問題は洋服でもそうなんですけども、サイズが非常に子どもさんっていうのは、変わっていきます。ですから着物業界でも当然サイズが変わっていく、成長に合わせてサイズが変わっていくものなんです。ただ洋服と違ってですね、洋服の場合は例えば80センチから始まって80、90、100、110、120っていう感じで身長サイズでいきますが、着物の場合は呼び方があります。ちょっとした特殊な呼び方がありますので、そちらの方から説明していきたいと思います。ではまずこのテロップをご覧ください。ディレクターさん、テロップ見えますか？はい。こちら、どのように書いてあるかというと、子どもの着物、一つ身から書いてありますね。一つ身、三つ身、四つ身、大四つ身と書いてあります。なんだかわけわからん言い方しますね。ただまあ我々はもうこのように呼んでいます。一つ身、ここの隣の一つ身と書いた隣のところに、何歳というふうに書いてあるのが分かりますでしょうか。着物マムさんが声が途中で途切れちゃったり画面が止まったりするんですけどということですが、ちょっと、もうしばらく皆さんからの答えがあったら、我々の方も対応したいと思います。とりあえずですね、この一つ身の横の辺に1から2歳、三つ身のところが、3歳から4歳、四つ身のところが、5歳から8歳、大四つ身のところが9歳から13歳と書いてあります。このようにですね、まあこの一つ身と呼ばれているものが何歳までということで、大体この対応の仕方をしているよということです。そこでですね、この話がまず、子どもの着物の話を始めるときにですね、必ず注意していただきたいのはですね、個人差があるっていうことを覚えておいてください。この何歳から何歳にはもうかなりの子どもさんの成長っていうのは、特に、3歳ぐらいから上の方だともう1歳の差なんか平気でできてしまいますので、
ある程度このぐらいの感じだよというふうに捉えてください。メモを取っていただける方はメモを取ってくださっても結構です。なかなかこう2歳の着物くださいっていう言い方をちょっと着物業界は、しませんもんで、こういうふうになっています。で、じゃあ順番にいきます。この一つ身の着物という着物もから説明していきます。一つ身の着物っていうのはですね、これ1歳からって書きましたけど申し訳ない、0歳からの着物になります。いわゆるお宮参りの着物として今ではインターネットなどは、売っています。もうだからこの一つ身の着物はお宮参りの着物っていう言い方も今はできると思います。で、一つ身の着物を実際に商品をお見せしながら、それをどうやって着るのかとか、どういうふうな場面で、着用できるのかというのを説明していきます。音はいいですか、大丈夫ですかね。ディレクターさん、ちゃんと皆さんのツイート見てくださいね。そうですね、皆さん止まっているみたいですけれども、はあ、うちのもよく固まると。すいませんね、音の方が、途切れているようですが、そうですね、巻き巻きさんと途中で時々止まってしまい途切れますと。着物の、はい、フレバさん、着物モンさん、声が途中で途切れちゃったり画面が止まっちゃうんですけど、フレバコーヒーさん、僕もたまに止まります、ね、止まりますと。マサミミンさん大丈夫みたいですね。マサミミンさんはなんか毎回聞いていただいてるので大丈夫なんでしょうね。多分そうですね、交代ができてるんですね。それではですね、ちょっとですね、ここまで皆様が止まるっていうことですと私どももちょっと残念なので、一度まあ、流す、帯域を変えてみましょうか。一度ね、帯域を変えるのはね、一度切らなきゃダメなんで、再起動というか、一度じゃあ一回ここでちょっと切らしてもらって、ちょっとイレギュラーなことがあって申し訳ございません、ちょっと軽く情報が軽く流れるような設定に変えてみます、こちらの方から。ですので、少々多分10秒か20秒でできますので、20秒ほどちょっとすいません失礼いたしますが、お願いします。